どうも、キトントンです。誰やねんと思ったと思いますけど、森哲さんに、オファーいただいて、数学の共通テストの公表をやっていきたいと思います。今回、数学 1A ですね。で、全体的に思ったのが、この思考調査テストっていうのの、傾向とかが全然出てなかったかなと思いました。で、数学 1A に関しては、僕個人としてはめちゃくちゃ難しかったというか、時間が足りなかったかなって思います。1問目からちょっと見ていきますね。で、1問目、まあ、二次方程式の問題で、C が与えられて代入していくやつで、これはまあまあ簡単かな。解の公式とか用いて、まあルート65が8と9の間やからっていう感じで不等式変形するだけで OK なので簡単だと思います。で、大問1のカッコさんも判別式のことっていうのが太郎さんと花子さんがわざわざ説明してくれてるので、それに沿ってやるだけなんで、ここはまあまあできてほしいかなっていう感じですね。で、次のカッコ2に関してはまあむずいと思います。三平方の類題みたいな感じなんですけど、まあ知ってる人からしたら多分できる問題で、いきなり長さが与えられてるんですけど、6と5とかコサイン A5 分の3って与えられてて、これ6とか5を図に書くと図に合ってないですよね、長さ。それでちょっと鬱陶しいと思ったんですけど、まあ普通にコサインが与えられてるからサイン出せるしみたいな感じで、三角形 ABC もサイン使ったら面積求めれるし、次の三角形 AID に関しては、まあ普通に360度から90度と90度引く問題なので、180度引く A になって、これはまあ三角形 ABC と同じ面積やで、ここら辺からちょっと差が出てくるのかなと思いますね。で、次の問題がすごく難しい。これ知ってたら解けるって感じ。正方形 BFGC と CHIA と ADEB の面積をそれぞれ S1、S2、S3 とするっていうことなんですけど、この S1、S2、S3 って全部正方形なんで、辺の2乗、まあつまり S1 っていうのが BC の2乗、S2 っていうのが CA の2乗、S3 っていうのが AB の2乗って表せて、これ余弦定理、コサイン A の余弦定理使ったらちょうどそいつらが出てくるんですよね、分子の部分に。で、 S3 足す S2 引く S1、 こいつで正負を判断しないとダメなんですよ。とっていうのが A が90度、0から90度の時ってことなんで、これコサイン A っていうのがつまりプラスの時ですよね。だから分子っていうのがプラスにならないとダメなんで、 S3 と S2 引く S1 っていうのがプラスってなるので、 S1 から S2 と S3 引いたやつは絶対負になりますよねっていうことで2みたいな感じで、 A が90度ってことはコサイン A っていうのがもちろん90度なので0になるので、 S3 と S2 足したやつっていうのが S1 になるよっていうことで、引き算したら0になる。で、次90度から180度っていうので同じように計算すると1だでって感じ、正の値ってことですね。で、次のヌーに関しても、面積 T1、T2、T3 を全部サインを使った三角形の面積の式で表してあげるんですけど、このサイン A とかサイン B、サイン C っていうのは正弦定理使って形変えたら全部同じ値になるんですよ。2分の 1ABC 割る 2R か、この T1、T2、T3 っていうのの三角形の面積っていうのを表してあげると、正弦定理使ったらそのサイン A とかサイン B とかサイン C っていうのが全部 2R 分の A、 2R 分の B、 2R 分の C ってなるので、全部同じ面積なんですよ結局。だから3番ですね、 ABC に関係なく全部同じみたいな、これ難しいと思います。最後まで難しいんですよね正直。そんな感じで解いていくっていう問題なんで、正直ここでみんな点数落とすと僕は思ってます。で、次の問題がツイッターでも話題になったやつやと思うんですけど、ここ1次関数から2次関数に展開していってるだけで正直簡単なんですよ。なんで話題になってるかなって言って、この図よね、正直この図いらないと思うんですけど陸上選手がこんな走ってるやつなんですけど、なんで受験生を苦しめたのかって言ったら、もう一つ多分その専門用語を無駄に入れてくるっていうのが鬱陶しいですね。ストライドとピッチですかね、そういうのを表してて、あとは XYZ で出てくるので、これが問題を鬱陶しくさせてる。数学的には簡単なんですよ。解いていったら分かると思うんですけど、シンプルに文章で言われてることを X とか Z を使って表すだけなんで大丈夫だと思うんですけど、最初はまあ100メートルを走るのにかかった歩数っていうのが共通やから、そこでまあ連立みたいなことしたらタイム出るし、それで結局丸2で1次関数として表されてると仮定したって書かれてて、 X と Z を1次関数として表してるだけなんで、これも普通に表から連立方程式とか使ったら求めれる、まあ中学生の高校受験とかでよく使う問題かなっていう感じ。それが分かったら普通に定義域求めていってるだけですね。右下がりやから Z イコール 4.8 を代入したら解けると思います。で、次に Y イコール R と置くとっていうことで、ここでやっと2次関数の最大最小の問題。だから2次関数としては正直そんなに難しくないです。ただその日本語が鬱陶しくて正答率を下げている問題、めちゃくちゃ鬱陶しい問題だと思います。この辺から、数学 1A どうなんねやろうって感じですね。次めくるとまさかの何これみたいな、データの分析なんですけど社会の問題かよっていうぐらい文字が多い。
だから多分受験生が解いてるときは文字が多すぎて鬱陶しいと思うと思うねんけど、これ文章ちゃんと読んで箱ひげ図とかの知識があれば正直そこまで難しい問題ではないんですよね。一番最初も正しくないものを読み取れるかどうかで、箱ひげ図の知識をちゃんとあるか、なんか四分位範囲はとか、なんかどの時点においても左の方が長いとか、その辺に書いてることをちゃんと整理したら大丈夫なんですけど、これ日本語で集中力削いでくる問題かなと思ってて、まあ読めばできる問題ですね。括弧にもう箱ひげ図からそのヒストグラムを選ぶだけなんですよね。ただその見比べるのがページをめくったりするので、そこでまた集中力削いでるんかなと思います。だから正答率は意外と低いんかなって僕は思いますね。自分でどこのポイントを見るかなっていうのを決めて解けば解ける問題になってます。で、その次の3に関しては散布図から相関を読む問題なんですけど、その相関が強くなったとかの説明も一応問題文に書いてるんですけど、まあ受験生分かっていると思いますね。相関が強くなったらそのただ直線に近づくってだけなんで、ここは比較的優しいかなと思います。一次産業を比べた時に、なんか相関が強くなったとか見ると上から下に絶対散らばってるよねってことは、これ誤りみたいな感じで、この3がちょっと鬱陶しいかな。上と下比べた時に、相関が強くなったって言ってるんですけど、これみたいな、ちょっとややこしいなーって。でもこれ弱くなってるよね、上の方が直線っぽいから選ぶってだけ。まあちょっとだけ悩むかなっていう感じで、この最後の問題が意外と正答率分かれるかなっていう、一応問題文にヒントがあるんですよね。ただそのヒントに気づかんかったらどうやって解くんやろうって悩みます。正直これは各都道府県の男性の就業者数と女性の就業者数を合計すると就業者数の全体となるって書いてあるんですよ。だから全体ってことはつまり 100% なんですよね。だから男性と女性が 100% になるんやーっていうのが分かってたら簡単に解ける。まあどっか区切りをつけて、どっか見るポイントを見つけて、それの反対、まあ100引くそいつしたやつになってればいいから、まあ2番かなっていうのがその時点で分かる。ちょうど100から引かれてるやつになればいいみたいな。まあ目が疲れる問題ですね。ただここまでで分かると思うんですけど、めっちゃ文章多いんですよ。だから絶対時間は足りないかなと思います。はい。で、その次に来るのが確率ですね。これは僕は難しいと思います、個人的に。だっていきなり反復試行の確率なんですよ。だから確率慣れてない人からしたら、ここはもう飛ばす人が多いんかなと思います。そんな感じで反復試行解いたら、次に来るのが条件付き確率。ここはまあ誘導が割と丁寧かなって思ってて、でただ、キー空分の応化に関しては、すごい計算鬱陶しいよね。ただこれ、計算を工夫できるかっていうのが問題になるんかなって思ってて、これなんか誘導の通り、その PW イコールっていうのがなってるところを足し算通分して、それ分のその PA キャップ W の方やと思ったらちょっと違う。ちょっと計算が鬱陶しい。だからこれ2分の1かける8分の3足す2分の1かける9分の4分の2分の1かける8分の3ってやったら2分の1が共通やから、それ約分できてちょっとだけ計算が楽になるかなっていう感じで出せる。まあ59分の27みたいな感じで出せるんですけど、まあここで計算ミスする人がちょっと出てくるかなっていう感じ。その次数なんですけど、これ選択肢的に非しか入らんやんって思うんですけど、まあ共通テスト時間がないからそんなに確認しなくてもいいとは思うんですけど、非ですね。ただのまあ次のカッコ4とか読んででも非しか入らんやんみたいな感じなんですけど、まあカッコにそんな感じでやって、カッコ3からまた鬱陶しいかなって思います。ただまあ花子さんと太郎さんがいろいろヒントを出してくれてるんですけど、だから8分の3対9分の4対64分の27ってなるよみたいなことまで、たどり着いたらギリできるかなっていう。ただここまでできる人少ないかな。まあ普通216対256対243とかになって、答えが出るっていう問題なんですけど、そんな感じでカッコ4まで解いていくんですけど、ひーっていうのを完全に使えたら解ける。ただ計算量がすごい多いですね。めっちゃ時間ないやんって感じ。で次、大問4、整数の問題なんですけど、ここは1枚目のそのカッコ1とカッコ2は比較的簡単かなと思います。その確率の一番最初と比べるとですね。カッコ1に関しては正直中学生でも解けるような問題ですね。偶数の目が2回と奇数の目が3回出たら成り立つよって。まあこれ普通に方程式立てて解いてもいいですし、なんか最初から方程式とかやってるから、その辺からやってもいいです。まあこの辺は大丈夫だと思います。てかできないとダメですね。ただそれ次めくると、むずいと思います、ここは。なんで難しいんかなって思ったっていうと、その8になればいいんですよね。その8回っていうのを、まあ、一種の逆回りを考えて、マイナス7として解く問題なんですけど、なんかこの誘導がちょっと僕的には気に食わなかったかな。15個先の点に移動させると元の点に戻るっていうのが、元の点に戻るっていうのが鬱陶しいな。反対回りを考えてるから別に元の点には戻ってないんですよ。なんか一周してるみたいな誘導なんでちょっと手こずりましたね。だから誘導に惑わされずにここは解くみたいな、個人的には思いました。
で、最後の大門5に関しては、これは一番むずいかなと思います。その3、4、5の中で。何が難しいって言ったら、その図がどんどんと複雑になってくるんですよね。で、この大門5を解いてるときって多分時間もないですよね。時間なくて適当に図書いてると絶対解けない。最後の問題なんです。その方壁の定理の逆を利用して解くような問題。だから、ここはちょっと難しいかなと思います。だから選択肢を選ぶとしたら、計算量多いけど確率と整数が僕はおすすめでしたかね。はい。まあそんな感じなんですけど、全体的な公表としましては、数学 1A 難しくなってると思います。文章が多いです。無駄に太郎さんとか出てくるし、無駄に花子さんとか出てきて、全部読んでたら時間が足りないかなっていう感じですね。はい。なんか思考調査テストで、照明の穴埋め、保管みたいなの対策してたの何やったんって感じになると思うんですけど、お疲れ様でした。また切り替えて、二次試験ある人は二次試験のために勉強やってください。お疲れ様でした。バイバイ。